席札と座席表に書かれた中卒底辺の母という文字。千秋はそれを見た瞬間、表情を凍らせた。どういうことですか？事実をそのまま書いただけよ。恥ずかしいなら帰ってもらって構わないわ。うちの家系は全員エリート。親戚もみんな一流大学を出てるの。あなたのお母様は場違いなのよ。和江は意地悪な顔で笑う。エリートの家族だけでお祝いよ。いい加減にしてください。千秋が声を荒げると、和江はテーブルから水の入ったグラスをつかみ、不敵な笑みを浮かべた。いい加減にするのは千秋さん、あなたの方よ。そしてグラスを掲げると、千秋の頭からその水を浴びせたのだ。帰ろう、お母さん。うん。こんな場所から一刻も早く抜け出したかった。両親を促し、会場を出ようと歩き出す。大切な義妹と命に、随分とひどいことをしてくれたな。義兄の声に会場にいるみんなが視線を向けた。同時にざわめきが起こり始める。私は森村明子、51歳の兼業主婦だ。娘の千秋と二人、実家近くのマンションで暮らしている。夫である龍二とは社内恋愛で結ばれた。人柄がよく仕事もできた龍二。結婚し2年後には千秋が生まれ、仕事も家庭も将来を楽しみにしていたであろう。だが龍二は病に倒れ、31歳という若さであっけなく行ってしまったのだ。千秋が1歳の冬だった。悲しみと不安で気も狂わんばかりの私を支えてくれたのは、両親と龍二の家族だ。この人たちがいたから、前を向き千秋をこれまで育て上げることができた。その千秋も今年24歳となり、半年後には結婚を控えている。お母さん、再来週の土曜顔合わせだからね。忘れて仕事入れたりしないでよ。入れるわけないでしょ、千秋の大切な日なのに。どうかな、仕事人間だから心配で。大丈夫よ、スケジュール帳にもちゃんと入ってるでしょ。スケジュール帳を開いて千秋に見せる。土曜日の欄に両家顔合わせと書かれているのを見て、千秋は安心したようだ。よろしくお願いします。笑顔で言うと仕事に向かうため玄関を出て行った。行ってらっしゃい。私も笑顔を作り、その後ろ姿を見送る。だがその時にはすでに心の底に押し込めていた不安が再び姿を現しているのを感じていた。千秋の婚約者である翔也とは何度か会っている。大手である四ツ谷銀行に勤務し、顔立ちもよく高身長高学歴、はたから見たら申し分のない相手だろう。だが私は初めから違和感を覚えていたのだ。うちの家族はみんな大卒なんですよ。父は3年前に亡くなりましたが T 大卒、母は S 女子大卒なんです。自分はもう千秋さんから聞いてると思いますが、京大を出てます。自己紹介で誇らしげに家族の学歴を並べる翔也に人間性を疑ったが、千秋の選んだ相手を信じたかった。皆さん素晴らしい学歴なのね。私は中卒だから千秋は大学を出してやりたかったの。俺から見たら千秋の大学はギリギリのラインですけどね。それより下だったら俺無理でした。何がギリギリだというのだ。無理とは何に対して言っているのだろう。憤りを感じたが奥歯をかみしめこらえた。
一流ではないけど、大学を出て就職して翔也君みたいな素敵な人に出会ってくれてよかったわ。きっと彼には素晴らしいところがたくさんあるのだろう。これから知っていけばいい。だが私の思いとは裏腹に翔也は驚いた顔で言ったのだ。え？中卒なんですか？なんで？もしかしたらグレていたとか？私が中卒と聞いた途端、口調まで変わる。ちょっと、やめてよ。あ、ごめん。珍しくて、つい。すみませんでした。不快ではあったが、千秋に咎められ、素直に謝る姿には好感が持てた。きっと子供のように、思ったことを口に出してしまうところがあるのだろう。父も母も病気がちで、家が貧しかったのよ。だから中卒で働いたの。料亭で皿洗いや掃除何でもした。そのうち接客もするようになった時に今の会社の関係者に気に入られて社員にしてもらったの。そうなんですか。小さい会社でしょうけど社員になれてよかったですね。自分はあの四ツ谷銀行なので安心してください。千秋さんを幸せにします。そして子供には必ず大学に行かせますから。ところどころ翔也の言葉に引っかかったが、悪気はないのだと自分に言い聞かせた。千秋を幸せにすると言っている。それだけで十分ではないか。翔也のいいところを見つけて私の中で重ねていけばいいのだ。そう思い心に蓋をしていたが、両家顔合わせを控えた今、不安が再び姿を現している。自分は何を言われようと構わない。ただ千秋だけは幸せになってほしい。願いはたった一つだけなのだ。漠然とした不安を抱えたまま顔合わせの日がやってきた。指定されたホテルに着き、千秋に電話をするとロビーまで迎えに来てくれる。お母さん、今日はありがとう。こんな格好でよかったかな。お互い、堅苦しくなく、とのことだったが、無難にワンピースを選んでいた。大丈夫、バッチリだよ。お母さん、まだまだ綺麗だもん。ありがとう。千秋に褒めてもらえたし、行こうか。二人で、ホテルのレストランに向かう。緊張はしていた。あちらも母親のみの出席と聞いている。リュウジがいてくれたらどんなに心強かっただろうと思う。お母さん、緊張してるの？途中何もないところでつまずく私を見て千秋が声を上げて笑う。そりゃするわよ、千秋の旦那さんになる人のお母様に会うのよ。そうだよ、だから緊張することはないでしょ。敵じゃないんだし。確かにその通りだ。二人の未来に向けてきっと楽しく会話ができるだろう。このお店だよ。千秋と話しながら歩いたおかげでだいぶ緊張も解けていた。店に入り個室に案内される。部屋にはすでに翔也と母が着席していた。私たちを見てもどっかりと座ったままだ。お待たせしてすみません。ご紹介します、母の明子です。はじめまして、千秋の母です。どうぞよろしくお願いいたします。お辞儀をして頭を上げると、翔也の母は私を頭のてっぺんから足のつま先まで見た後口を開いた。あなたが中卒底辺のお母様？え？先に声を発したのは千秋だった。お母様、中卒なんですってね。今時中卒なんてめったにお目にかかれないわよね。絶滅危惧種？後でお写真撮らせてくださいね。隣にいる翔也がわざとらしく吹き出す。やめなよ母さん、さすがに失礼だよ。中卒に失礼なことなんてあるのかしら。そう言って笑う顔は
その容姿に似つかわしくない下品なものだった。千秋は翔也を睨んでいるが、翔也はそれに気づかないふりをしているようだ。顔合わせがこんなスタートになるとは思ってもみなかった。だが私は逆境になればなるほど肝が据わる。昔からそうだった。だから女で一つで千秋を大学まで出せたのだと思う。龍二が言ってしまったあの時と比べたら、今の状況など逆境と呼べるほどのものではない。今時中卒なんて珍しいかもしれないですね。お写真喜んで。でもみんなで一緒にお願いしますね。ところで翔也さん、お母様を紹介していただいてもいいかしら。翔也は慌てて席を立った。母の和江です。翔也に紹介されても、和江は席を立たず頭を下げることすらしなかった。千秋を見ると顔を赤くしてうつむいている。怒っているのが一目で分かった。おとなしいが、いざという時は勇ましい千秋のことだ。このままだと今日という日を、いや、もしかしたら結婚自体を壊しかねない。私のことを思うがためにそうなるのは避けたかった。そこへタイミングよく店員が飲み物を聞くため部屋に入ってくる。みんながそれぞれ飲み物を選んで注文すると、なんとなく会食の流れと空気が変わり、ほっと胸をなで下ろした。運ばれてきた料理は普通にいただいたらきっととても美味しかっただろう。だがこのしらけたムードの中では、どの料理も味気なく感じられた。ほとんど会話のない中、黙々と料理を口に運び、顔合わせが終わる。会食が終わり、気を利かせた店員が集合写真をお撮りしますと声をかけてくれたが、和江はきっぱりと断った。私と一緒に写真に写りたくないのだろう。写真を撮らせてくれと言ったのは、中卒の私に対する嫌味でしかなかったのだ。お母さん、ごめんね。帰り道、千秋は元気がなかった。大丈夫よ、お母さん。中卒だってこと少しも恥ずかしいなんて思ってないもの。結婚大丈夫かな。結婚後、千秋は翔也と和江が暮らしている家に入り、同居することが決まっている。千秋の不安はそのまま私の不安でもあったのだ。だが私の言葉で左右させたくなくて、何も言うことができなかった。そして結婚式の日を迎えた。悶々とした思いを抱えたままではあったが、千秋の望んだ結婚だ。心から祝福してあげたい。高齢の両親を車で迎えに行き、一緒に式を行う教会に向かう。孫の晴れ姿を見られるのだ。両親もきっと嬉しいのだろう。終始笑顔だ。教会に着くと、和江と翔也の親戚や友達であろう人たちがすでに着席していた。こちら側には龍二の家族もいる。それぞれに頭を下げて挨拶をし、私たちも席に着いた。新婦が登場し、式が始まる。バッグから龍二の写真を取り出し、膝に乗せた。翔也と腕を組み、バージンロードを歩く千秋は、とても綺麗だ。実は先日、バージンロードを一緒に歩いてほしいと、千秋にお願いされていた。嬉しいお願いだったが、顔合わせの時に和江から言われた、中卒底辺のお母様という言葉が歯止めをかけた。学歴なんて関係ないと私自身は思っているが、私が千秋と一緒に歩くことを学歴を理由に好ましく思わない人がいるかもしれない。そう考えると、千秋のために私が前面に出ることは避けたかった。今まで苦労して育ててくれたお母さんに一緒にバージンロードを歩いてほしいんだけど、いいかな。
千秋の言葉は心からありがたく、こちらからお願いしたいくらいだ。だが、私は首を横に振った。お母さん、人前に出るの苦手だから、緊張して歩けないと思う。それに、千秋がウェディング姿で歩く姿を、パパと一緒にしっかり目に焼き付けたいんだ。だから、翔也君と歩いてくれる？顔合わせの時に、何もないところでつまずいてたくらいだもんね。わかった。翔也と歩くから、パパと一緒に見ていてね。そう言って笑う千秋に、心が痛んだが、今、こうしてウェディング姿で歩く千秋をしっかりと目に焼き付けながら、これでよかったのだと思えた。リュウジの写真をぎゅっと握りしめると、涙が後から溢れた。おごそかに式が終わり、披露宴会場となる隣のホテルへと人が流れていく。あまりにも泣きすぎたため、化粧を直し、少し遅れて両親と会場へ向かった。受付は、千秋と翔也の友人がやってくれている。お礼を言うと、二人はなんとなく気まずそうだ。会場に入り、親族の席に向かうのにも、周りの視線を感じた。座席表を手にしながら、何か囁く人たちもいる。その理由は、テーブルを見て分かった。席札に、中卒底辺の母、とあるのだ。周りが手にしている座席表にも、そう書かれているのだろう。両親には決して見せたくない。とっさに、席札を伏せた。すでに着席していたリュウジの兄が、私を見て立ち上がる。両親に笑顔で挨拶をすると、真剣な表情になり、私を席から離れた場所に連れて行った。これ、どうなってるんだ？そう言って開いた座席表には、思った通り、中卒底辺の母、と書かれている。あちらのご家族は、みんな一流の大学を出てるの。だから中卒の私なんて、ゴミに見えるのかも。価値観は勝手だが、人にしていい仕打ちではないな。明らかに怒っている義兄に、焦ったのは私だ。大切な千秋の結婚式なんだから、こらえてね。おとなしくしていてよ。義兄は服装にうなずいたが、安心できない。こんな結婚で、千秋は幸せになれるのか？小さな頃から、リュウジの代わりに、父親のように接してくれたから、その心配は当然だと思うし、私自身も心配しているのだ。そんなやりとりをしていると、会場がざわめいていることに気づく。みんな、座席表を見ているのだろう。そのざわめきを感じたのか、千秋と翔也が開演前に様子を見にやってきた。お母さん、何かあった？なんだか、変な感じにざわついてるよね。何もないわよ。そんな心配してないで、自分の準備をしてらっしゃい。私がそう答えた時だ。数えが近づくと、私が伏せた席札を立て直し、座席表も開いて見せたのだ。席札と座席表に書かれた、中卒底辺の母、という文字。千秋はそれを見た瞬間、表情を凍らせた。どういうことですか？事実をそのまま書いただけよ。恥ずかしいなら帰ってもらって構わないわ。うちの家系は全員エリート。親戚も皆一流大学を出てるの。あなたのお母様は、場違いなのよ。和恵は、意地悪な顔で笑う。エリートの家族だけでお祝いよ。これ、翔也も知ってたの？千秋は、座席表を翔也に突きつけた。その目は怒りで潤んでいる。ウェディング姿で怒る姿は、迫力があった。よう、作ったのは俺じゃないから。作ったのなんか誰でもいい。知ってたか、知らなかったかって聞いてるの。勇ましい千秋になっていた。普段はおとなしいくせに、こうなると、親の私でも止められない。だが、こうなるのは必ず、
自分ではない誰かのためなのだ。知ってた。こんな勇ましい千秋を初めて見たのだろう。翔也はすっかり小さくなり、小声で答えた。その答えを聞いて、千秋の怒りは増大したようだ。知っていながら、こんな座席表を配ったの？私の大切なお母さんを、中卒底辺の母と書いた座席表を見て、何とも思わなかったの？だって、事実だろ、中卒って。最低限の教育じゃないか。底辺って書いて何が悪いんだよ。本当のことだろ？翔也が千秋に責められるのが我慢ならなかったのだろう。風が割って入る。翔也を責めるのはお門違いでしょ？責めるのなら、ご自分の母親にしたら？中卒なのよ。底辺と書かれて当然でしょう。母の学歴を、あなたたちがどう思うと自由です。でも、それを座席表に書く必要がありますか？あなた、私にまで逆らうつもり？中卒底辺の母親から生まれたくせに生意気なのよ。いい加減にしてください。千秋が声を荒げると、和枝はテーブルから水の入ったグラスをつかみ、不敵な笑みを浮かべた。いい加減にするのは千秋さん、あなたの方よ。そしてグラスを掲げると、千秋の頭からその水を浴びせたのだ。あまりの出来事に千秋は言葉を失っている。花嫁の頭から水を浴びせるなど、こんなひどい行為が許されるだろうか。なんてことをするんですか。バッグからハンカチを取り出し、千秋の濡れた頭や肩を拭きながら、怒りを抑えることができなかった。だが、風に詰め寄ろうとした瞬間、千秋に止められてしまう。その目には悲しみと諦めが宿っている。私が騒ぎ立てることで、この悲しみはさらに大きくなってしまうだろう。帰ろう、お母さん。うん。こうなるなら、翔也に初めて会った時、この結婚に反対をすればよかった。顔合わせの時、我慢などせず戦えばよかった。後悔が押し寄せるが、時間を巻き戻すことはできない。お母さんは底辺なんかじゃない、最高のお母さんだよ。おじいちゃん、おばあちゃん、ごめんね。千秋を見て優しく笑う両親だが、可愛い孫娘のこんな姿にさぞ悲しんでいるだろう。そして娘を高校に行かせてやれなかった自分たちを責めているに違いない。二人の胸中を思うと苦しくなる。来賓には申し訳ない思いもあったが、こんな場所から一刻も早く抜け出したかった。両親を促し、会場を出ようと歩き出す。大切な義妹と命に、随分とひどいことをしてくれたな。義兄の声に会場にいるみんなが視線を向けた。同時にざわめきが起こり始める。中には気づいた人もいるのだろう。ざわめきの中にその名前が聞こえ、それが参列者全員に届いたのか、震え上がる人までいる。とりわけ翔也と和枝の顔は真っ青だった。四ツ谷財閥の企業グループトップである四ツ谷新一が目の前で怒りをあらわにしているのだ。テレビや雑誌などでその姿を見たことがある人もいるだろう。私は料亭で働いていた時に、義兄と龍二の父、四ツ谷幸太郎の目に留まり、会社に入れてもらえたのだ。そしてそこで龍二に出会い、結婚した。四ツ谷銀行に勤める翔也には黙っていたが、私は今グループ企業の一つである四ツ谷生命で部長として働いている。なんで四ツ谷会長がここに？翔也は義兄の顔と座席表を見比べながら、目の前の現実が信じられないようだ。座席表を作ったのはおそらく和枝だ。翔也は座席表に中卒底辺の母と書かれているのを確認しただけなのだろう。だから気づかなかったのだ。そこには
四ツ谷不動産、四ツ谷自動車などのそうそうたるメンバーの名前があった。もちろん四ツ谷銀行の取締役の名もあったが、翔也は全く気づいていなかった。千秋があの参列者などそもそも興味がなかったのだろう。自分の側に座る支店長や上司への挨拶には抜かりがなかった。その翔也は呼吸が荒いのか肩が上下するのがわかる。顔面は蒼白だ。翔也にとって雲の上のような人たちが並んでいるのだから当然だろう。めの結婚式に参列してはいけないか。昔から私が前に出るのをあきこちゃんは嫌がってね。今日もおとなしくしてろと釘を刺されて、さっきまで我慢していたが、さすがに限界を超えたよ。雲の上のような存在の義兄に睨まれて、翔也は震え上がっている。いや、その、すみません。私は何も知らされてなくて、すみません。額に汗をびっしょりかき、どうしたらいいのかわからないのだろう。しどろもどろで、滑稽なくらいだ。そして、矛先を千秋に向けた。どういうことだよ。めいって、まさか、千秋は四ツ谷会長の命なのか。そうだけど。嘘だろ。千秋が四ツ谷会長の命だから、そうだって。信じられないのだろう。何度も同じ質問を繰り返す。めいって本当なのか。名字が違うじゃないか。お母さんが仕事するのにやりづらいからって姓を戻したのよ。四ツ谷生命の四ツ谷さんって確かにやりづらそうだもの。そんな大事なことなんで黙ってたんだ。隠してないでちゃんと言えよ。真っ青だった顔が怒りで赤くなっている。忙しい顔だと内心笑ってしまう。翔也のおじさんの職業、私聞いてたっけ。おじさんいるんでしょ。翔也のおじと思しき人物は結婚式前に千秋の控え室に現れた際見かけていた。ヨレヨレのスーツ姿の男性が教会の外で風に怒られているのを千秋と共に窓から見てしまったのだ。呼んでもいないのになんで来るのよ。恥ずかしいから帰って。兄さんは私たちにとって恥なのよ。まだわからないの。誰かに見られる前に帰って。部屋の中にも風のヒステリックな声ははっきりと聞こえ、その人物が翔也の叔父だと察した。そして見てはいけないものを見てしまったような変な罪悪感に駆られたのだ。きっとその叔父は和江だけでなく翔也にとっても恥ずかしく隠しておきたい存在だったのだろう。だが千秋にその存在を問われ、翔也は開き直るように言った。なんで知ってるんだよ。ああいるよ。だけどあんな高卒のだらしないやつ、家の恥だ。どうせろくな仕事してないから話したくなかったんだよ。そんなの理由にならない。自分のおじさんのことは話さずに私には話せなかったと怒るなんておかしくない。千秋に言われ、翔也はぐうの音も出ない。四ツ谷会長は亡くなった父のお兄さん。確かにすごい人だけど、私にとっては父親のように可愛がってくれたおじさんだから、肩書きなんて関係ない。関係なくないでしょ。何も言えずにいる翔也の代わりに和江が声を上げる。翔也は四ツ谷銀行に勤めてるんだから、翔也にとって関係のある人なのよ。黙ってるなんてひどいじゃないの。立ちが悪い。何か企んでいたんでしょう。私が何を企むんですか。ご自分たちと一緒にしないでください。でも黙っていたおかげで翔也やお母さんの本性を見ることができてよかったです。この結婚やめますから。ちょっと待って。何も結婚をやめることはないでしょ。ここまで来てやめるなんて周りにも申し訳ないじゃない。ちゃんと話し合いましょう。翔也はそれでもなお黙ったままだ。お母さんを中卒ってバカにされる前から翔也さんに疑問を抱くことはあったんです。私の友達に会っても学歴を尋ねて、高卒だったり名の知れない大学だとあからさまに見下すのを見て、一生やっていけるか不安でした。
学歴は大切なのよ。その人の育ってきた家庭が現れるの。貧しい人は学歴も貧しい。学歴が貧しいと心まで貧しくなるものなのよ。お母さんは貧しく中卒だったけれど、誠実に働いてたくさんの大切な人との出会いで今大企業の部長になってる。でもそんなこと微塵も鼻にかけない素敵な人です。心が豊かだから人に恵まれたんです。千秋がそんな風に思っていてくれたのだと目頭が熱くなる。だから私の自慢の大切なお母さんをここまで蔑む人たちと家族にはなれません。心が貧しいのは学歴で人を推し量るあなたたち。籍を入れる前にそれが分かってよかったです。この結婚はなかったことにしてください。待ってくれよ千秋。俺、千秋が四谷会長の命だなんて知らなかったから、千秋のお母さんも会長の義理の妹だなんて知らなかったからさ、ひどいこと言ってごめん。ようやく発した翔也の言葉は千秋の決意をより固いものにさせた。私がおじさんの命だから、四谷グループの会長の命だから謝るの？学歴や役職で人の価値を判断する、そういうところが嫌なの。底辺なのはあなたたちよ。拍手が聞こえ、視線を向けると、さっきまで怒りの表情を見せていた義兄が笑顔で手を叩いている。千秋はお母さんのためとなると相変わらず勇ましいな。よく言った。こんなつまらない相手と結婚を踏みとどまってくれてよかったよ。そこへ四谷銀行の取締役と翔也が勤める店の支店長や上司が神妙な面持ちでやってきた。知らなかったこととはいえ、私どもの部下が大変失礼をしたようで誠に申し訳ありません。私と千秋に向かって深々とお辞儀をし、なかなか頭を上げようとしない。この人たちが謝る必要などないのだ。苦しそうに謝罪をする姿を見て、こちらまで苦しくなってしまう。どうか頭を上げてください。こちらこそお祝いに来てくださったのに、こんな形になってしまい申し訳ありません。それでもなお自分のせいで頭を下げ続ける姿を見て、翔也も慌てて頭を下げる。その姿はまるで重要な取引相手に頭を下げているかのようだった。いやあ、さっきから見ていたけれど、取締役が誠意を持って謝罪してくれてよかったよ。そうじゃなきゃ、こんな人間性の欠けた行員のいる銀行とは取引を停止するところだった。突然ヨレヨレのスーツを着た翔也の叔父とみられる人物が声を上げ、周りは驚いたように視線を向ける。和江が目をつり上げ、慌てて詰め寄った。ちょっと、まだいたの？何わけのわからないこと言ってるのよ。兄さんの出る幕じゃないの。関係のないことなんだから、考察は引っ込んでて。林田様じゃないですか。こんなところでお会いするとは。取締役の言葉に和江も翔也も面を食らっているようだ。私もこの時に知ったのだが、和江の兄である林田は高校卒業とともに家を出ていたそうだ。和江にとっては定職にもつかず、ふらふらと自由に暮らす兄の存在は恥ずかしいものだった。だが実はやり手の投資家で四谷銀行の大口顧客のようだ。恥ずかしながら、これは私の妹なんだよ。それはこっちのセリフ。それにとっくに縁を切ってますから。なのにどこで聞きつけて現れたんだか。林田は和江の言葉には応じずに話し続けた。妹は昔から性格が悪くて、下だと思う人を探し見下すことで自分の価値を見出そうとするくだらない人間だった。今も変わらないな。変わらないどころか、息子というコピーまで作ってるとは呆れたよ。兄さんみたいなろくでなしにそんなこと言われる筋合いなんかない。出てけ。ヒステリックな和江を完全に無視して林田は翔也に向かって強い口調で告げる。翔也、この母親を黙らせろ。お前と母親のせいで四谷銀行との取引をやめてもいいんだぞ。そうされたくないならさっさと母親を黙らせろ。混乱しながらも
取締役や支店長の態度で林田が銀行にとって大切な顧客だということは理解しているのだろう。翔也は慌てて和江を止めに入った。母さん、いいからもう黙って、俺の立場が悪くなるから静かにして、頼むよ。和江はまだ何か言いたそうだったが、翔也の立場が悪くなると聞き、しぶしぶその口を閉じる。妹とそのコピーのような甥が失礼なことをして本当に申し訳ない。お詫びに全取引を四谷銀行にしたいと思う。林田が義兄に向かい頭を下げると、翔也も後ろで深々と頭を下げた。それはありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。義兄が笑顔で応じると、林田の後ろで翔也が安心したように深く息をついている。これで自分の立場を保てたと思ったのだろう。だが林田は義兄に笑顔を返した後、その表情を厳しいものに変え、取締役と支店長に向かって言った。ただ一つだけ助言がある。この行員はこの先銀行発展の妨げにしかならないと思う。その言葉が何を意味するのか、和江と翔也にもすぐに分かったのだろう。安心した様子から一転、狼狽している。そんな、俺これからも頑張るから、そんなこと言わずに助けてよ、おじさん。そうよ、ここまで来るのに翔也がどれだけ頑張ったか分かる？甥っ子が可愛くないの？俺が一家の恥だとお前らは言ったよな。だが俺にとってはお前らが恥だよ。一旦地に落ちてやり直すんだな。二人にはもう何かを言う気力も残されていないようだった。和江は泣き崩れ、翔也は呆然と立ち尽くしている。さてと、この後はどうしますかね。林田が言うと、義兄は会場に向かって謝罪とお願いをした。せっかくお祝いに来てくださったのに、身内のお見苦しい場面をお見せし本当に申し訳ありません。許されるなら今からこの場を千秋の再出発を応援する会にしても構いませんか。名を心から大切に思う叔父からのお願いです。会場から温かい拍手が湧く。それは翔也の来賓側も同じだった。みんなあの座席表やその後のやり取りに不快感を覚えていたのだろう。ありがとうございます。千秋は目に涙をためていた。私も感謝の涙を止めることができず、バッグからハンカチを取り出す。両親も隣で目を潤ませている。千秋が着替える間に義兄の指示で飲み物や食事が運ばれ、みんながそれぞれグラスを持った。ワンピースに着替え戻ってきた千秋にもグラスが渡される。千秋を思う私のわがままにお付き合いくださり本当にありがとうございます。受付でお預かりした皆さんのお気持ちは次回のために一旦お返しさせていただきます。では千秋の未来に向けて乾杯。会場にグラスを合わせる音が響く。どこからかまた拍手が湧き、それは盛大になっていった。こんなにたくさんの人に応援されているのだ。千秋はきっと幸せになるだろう。和江と翔也はいつ帰ったのか気づくといなくなっていた。当日払いと決めていた結婚式と披露宴の費用のことなど気にかける余裕もなかったのだろう。あまり貯金はなかったが、費用は自分たちで出し合いご祝儀を当てるつもりだと聞いていた。だがこんな形になってしまったため、当然ご祝儀はお返しする。ご祝儀もなく千秋一人で費用を払う力はない。会がお開きになると千秋は申し訳なさそうに言った。必ず返すからこの費用を貸してもらえないかな。翔也君には請求しないの？しないよ。翔也に疑問を感じながらも、ここまで来てしまった私にも責任があるんだ。自分の責任は自分で取る。
もう関わりを持ちたくないしね。千秋がきっぱり言うと、義兄が愛おしそうにその頭をポンと優しく叩いた。千秋らしいな。でもこれは私がみんなにお願いして開いた千秋を応援する会だ。私に出させてもらうよ。でも遠慮されると寂しくなるだろ。本当の娘のように思ってるんだぞ。義兄がその言葉通りの寂しい顔を見せると千秋は何も返せなくなったようだ。しばらく考えた後、ようやく口を開く。ありがとう。じゃあ甘えさせてもらうね。義兄の笑顔は幼い千秋を見つめていた龍二にそっくりだった。その後、義兄が間に入り、結婚は正式になくなった。翔也は自分にどんな事例を出されるのかビクビクしながら日々を過ごし、やがて恐怖に耐えきれず自ら辞職したらしい。芸大卒の翔也なら大丈夫。またすぐに大手に再就職できるわよ。和江は楽観していたが、翔也は数社落ちたところでやる気をなくし、投資に手を出したそうだ。あんなうだつの上がらないおじさんでさえ成功してるんだ。俺にできないはずがない。そう意気込んでいたらしいが失敗。今度こそはと投資を続け、資金がなくなると課税に無理やり用意をさせた。挙句、財産も持ち家も失うことになったそうだ。今は小さなアパートで課税と暮らしているが、部屋に引きこもりほとんど外に出ることはないという。一流大学を出て大手銀行に就職し、和江の自慢であっただろう息子は今や社会の歯車から外れたのだ。生活のため和江は就職先を探したが、 S 女子大卒という学歴しかない60歳近い人材を求める会社などなく、今はスーパーの惣菜売り場でパートとして働き、なんとか暮らしているという。私は相変わらず仕事と家事で忙しい日々だ。両親も元気に穏やかに暮らしている。千秋はすっかり元気で、仕事と友人付き合いで忙しい。義兄とは月に数回千秋と一緒に会っていたが、今はそこに時々ではあるが林田も参加するようになった。あの一件が縁で親しくなったのだ。義兄とはとても馬が合うらしい。今日がその日だ。しかしこの風貌で大投資家だとは誰も思わないだろうね。運ばれてきたビールを飲みながら義兄が言う。見てくれや肩書きで人を見るやつが嫌いでね。千秋ちゃんもそんなのに騙されるなよ。あの経験は千秋にとって無駄なものではなかったのだと今は思える。義兄や林田のような魅力ある男性を間近に見ているのだ。今度はきっと素晴らしい男性を見つけるだろう。大丈夫。おじさんや林田さんみたいな人を選ぶから楽しみにしていて。千秋の弾けるような笑顔が嬉しかった。